見て鳥食べますか？食べないと思う。こちらにこのオヒアリフアの花が咲いた後にこういう実ができて、これ中に種ができるね、こうやって。でこの中にちょいちょい種がいっぱい出てきて、これが風で今落ちてるのが、これで風で巻かれてまた木ができるんですね。今はあんまり花が咲かない時期なんだけど、ここの植物もほとんど原種、外来種の方が少ない、この山の上の方は。だけど多分ね、あのポリネシア人がハワイに初めて来た時にあった植物が一番、まあ、昔のジャングルと近い姿だと思うね、ここ。でも悪い外来種、一番ひどいのはこれね。これカヒリ神社といって、神社は普通根っこだけから増えていくんだけど、この種類は綺麗な花が咲いてからこういう実がついて、この中にたくさん種が入ってるね。この1個から250個の種ができるから、もうこれが増えすぎてもう困ってるんだよね。今普通の原種の植物のできる場所がなくなっちゃうね。これも全部そうだよ。これまだ少ない方なの、まだまだいっぱいある。で、この最近雨が多かったから、こうやって道がどんどんドロドロになってくるんだけど、ちょっと最近はまたちょっと昨日、まあ今日からちょっと天気がいいから少しまたドライになってきてるんですね。あ、ここにオヒアがの木に綺麗にレフアが咲いてますね。ああ、ここにもあった。ここに原種の植物多いのね。で、他の場所にもあんまりできてない種類もあるね。これもコーヒーの仲間、これピロ。枕と覚えてたら覚えやすい。でこちらの方はモキハナの仲間、親戚。これはアラニという植物。モキハナみたいな実がつくのよ。ここ見て、実がついてますね、こちらの方に。でもこれはモキハナみたいに香りがないんですよ、なんかね。モアという名前もついてるという話は聞いたことあるけどね。クカイモアかなんかそんな名前けど、違うと思うんです、ね。こちらがオーラパです。細長い葉っぱがついてる。お、ここにもウキウキ、こんな綺麗な色のムラ。これ染料に使ってたのね。あ、ここにオヘナオパカオができてます。これは黄色いバナナみたいな形の花が咲くんですね。あのてっぺんの方に、てっぺんの方だけが綺麗に咲いて、ちっちゃい、あのこちらの原種の鳥のくちばしの形になって曲がって咲くね。ここにも今ね、珍しいのが原種のアジサイ、今実がいっぱいついてるんですね、こちらに。これはカナワオ、これが実ですね。熟す前の色で、熟したらこんな綺麗な赤い色にもなるね。でこれはあの昔のハワイの王族貴族は精力剤に使ってたんだって。これ食べるとなんか自然のハワイアンのバイアグラみたいなもの。このウキウキもここにもまたいっぱいできてるけど、このウキウキの葉っぱの繊維が強いから、これもロープ編むためにも使ってたものですね。
母あやかまぬの花は今咲いてないんだけど、今実がついてる、ちょっとちっちゃいかぼちゃみたいな。でこれもね、中身がドラゴンフルーツみたいな感じなんだけどね、これネズミもかじるんですよ。だからネズミが増えてる時これよくかじられてる。でネズミも増えあのこれかじられてるとね、原種の鳥の数が少ないのよね。ネズミが多いと鳥も多分ヒナとか卵とか狙うね。これが珍しいかわいいコリー、これですね、今咲いてるとこですね。原種の写真家たちがこれを、鳥がこれを、カワイトのイービーがこの鳥の、この蜜を吸ってるとこをよく狙う。あそこにもね、今写真家いますね、隠れてますね、寄ってくるの待ってるんですよ。あそこにもね、綺麗に咲いてるのもありますね。こんな感じなんです。咲くときは枝が横に広がって咲くんですね。What's up, Mike? How you doing, Bobby? Show them the. Okay. Nah, I'm not going to